こんにちは、ゆかりんです。今日は10月6日発売のユニクロ U の事前プレビューをしていきたいと思います。この間 C が出たばっかりですが、もうねそろそろ U が出るということで、全方一緒に見ていきましょう。それではスタート。ユニクロの、ね、コラボの中では一番人気があるんじゃないかなって思います。ユニクロ U ですね、今回2023年の10月6日からスタートするようなので、まだ私もほぼ全型見ていないので、どういう商品があるのか、何を買うか、ちょっとね事前にチェックしてから臨みたいと思いますので、一緒に見ていきたいと思います。まだね C を買ったばっかりだぞと皆さん思っているかもしれませんが、もう U ですよ。もう早く準備をしないとっていうところで、まあ秋冬のねお洋服もたくさん欲しいなっていう季節なのでちょうどいいと思います。ちょっと見ていきたいと思いますが、まあ前回前々回とね私も結構 U で買い物してるので、今回もすごい楽しみです。では一緒に見ていきましょう。まずウィメンズのねカテゴリーからいきたいと思います。アウターですね。はい、皆さんアウター買いましたか？私はですねこの C でボアのアウターを買ったので、もうちょっとアウターいらないかなって正直思ってるんですけど、一応見ていきたいと思います。はい、じゃあ上から順番にいきましょうか。まず、ステンカラーコート、こちらがですねチェックのコートですね。カラーが07グレー一色で、お値段が 12,900円ということで、こういう感じのチェックの、ステンカラーのストーンとしたねシルエットのコートになります。まあ、かっこいいですね。ちょっとイギリス風と言いますか、メンズっぽい感じですね。結構ねこんな感じ、まあ、チェックの感じはすごく可愛いんですが、まあ、ちょっと私のテイストには合わないかな、合わせづらいかなっていう感じがしますね。はい、なんかおしゃれな方がね来たらすごい可愛いんじゃないかなと思うんですが、ちょっとメンズ感が強いかなっていう感じがするので、私はこれはね見送りたいと思います。そして次です。こちらも型は同じですかね、単色のバージョンになると思います。ステンカラコート09ブラックと33のカーキがありますね。もうなんかこういうラフな感じで着られて、あ、中にパーカーとか入れてねメンズの方が着てますけれども、こういう着方すごく可愛いですよね。こちらがねお値段 12,900円ということで、これどういう生地なんですかね、張りがある生地なのかな。ちょっと張りがある生地だとなかなか着ててゴワゴワしちゃうので、私正直あんまり得意じゃないんですよね。これ結構柔らかかったらいいんですけど、まあ、こんな感じでちょっとまあトレンチ持ってるから被るからこれも見送りかなっていう自分の中でそんな感じです。ジャージーテイラードジャケットセットアップ可能、お値段が9,990円、カラーバリエーションが08のダークグレーと38ダークブラウンですね、2色展開になります。はい、これジャージージャケットいいですね。ジャケット欲しいけどちょっと堅苦しいのがね、こう肩周りとかなんか着づらいの嫌だなって思うんだけど、ジャージのジャケットってすごい楽なのでこれはちょっと注目ですね。でカラーが、まあ、ダークグレーとダークブラウンがあるんですけれど、このダークブラウンはかなりなんかおしゃれな感じで着られるんじゃないかなっていう気がしますよね。しかも着心地がいいということ で袖裏がストライプ柄になってるんですね。そこがまたいいですよね。まあちょっと見た目は普通のねジャケットって感じなんですけれども、これがねストレッチが効いた素材ということで、これはちょっと欲しいかもですね。袖をまくったりとかしてストライプをね見せたら可愛いですよね。これは良さそうですね。ちょっとあの店頭で実際サイズ感とかチェックして、ダークブラウンをね特にチェックしてみたいと思います。パデットショートピーコート、おーかわいい。これはこちらはカラーバリエーションが09ブラックと37ブラウンですね。お値段が 12,900円、アウターはもう結構 12,900円なんですね。 C の時もそうでしたけど、かわいいですねこれね、パデットショートピーコート。特にやっぱりブラウンが結構目を引くかなって感じです。でもブラックの方が正統派で使いやすいかなって感じもしますね。ショート丈で形がすごく可愛いですね。ピーコートなんだけどなんかこう中綿が入ってふわっとしてるっていうのが、あんまりこうかっちりしすぎずにカジュアルに着られるショート丈のピーコートって感じで、これは可愛いですね。ただ気になるのが、こういうコートって寒いんですよ実際。首周りが寒いのであんまり正直実用性がないかなって思ってるんですけれども、まあ、これ襟のボタンを止めれば風が入りにくいって書いてあるので、ちゃんとこう襟がね上までぐっと立ってボタンで止めれるようにおそらくねなってるんでしょうね。
うん、可愛いですね。これ軽そうだし、あ、こんな感じですね。襟こう立てれば全然寒くないよみたいな。あ、これはいいですね。あ、これは可愛いかも。これでめちゃくちゃ軽かったら多分買いますね。ショート丈のアウターコートをね、ちょっと一着欲しいなと思ってるので、あ、これはチェックしたいと思います。まあ色で言うと茶色可愛いけど、多分定番で黒いくかなっていう感じですね。何年か着ること考えると、うん、黒がいいかなっていう感じです。デニムシャツジャケットセットアップ可能。はい、こちらカラーバリエーション3色06グレーと08ダークグレーと30のナチュラル、お値段が5,990円ですね。これは軽めのアウターっていう感じですね。シャツ感覚で軽やかに羽織れるっていうことなので、まあ薄手のねシャツジャケットっていうことですね。シャツとジャケットの間ぐらいっていう感じですね。うん、なるほど。まあ可愛いとは思いますが、ちょっと私こういう中途半端なものをなかなか着こなせないというか、シャツなのか、ジャケットなのか、どっちかどっちつかずだと結構着る季節とか着方が難しいと思うので、これはちょっと自分的には見送りかなっていう感じですね。次はセーターガーディガンカテゴリー行ってみたいと思います。はい、メリノブレンドクルーネックカーディガン長袖、カラーバリエーション3色01オフホワイト、08のダークグレーと09ブラックですね。お値段が4,990円。うん、なるほど。ちょっと今値段にひるみましたね。なんか普通のユニクロのインラインだったら、まあこれ高くても3,990円なんだよなみたいな、ところに若干戸惑いを覚えましたけれども、まあ U なのでね、ちょっとその分デザイン性とお値段がアップしてるっていうことなんだと思うんですが、ユニクロ定番のメリノブレンドね、クルネックカーディガンということで、デザイン的にはすごいベーシックですよね。あのいい意味で普通で使いやすいかなっていうところですね。でスナップボタンがさりげないアクセントということで、あ、ボタンがスナップになってるんですね。あのこうはめるタイプじゃなくて、それは可愛いかもしれない。で着丈とかは結構長めというか普通な感じ、本当にベーシックな感じですね。まあ、黒とか可愛いかもですね。このボタンが本当にアクセントになってて、黒に黒いボタンっていうのはすごい可愛いかもしれないです。あ、これはちょっと実物を見てみたいですね。うん、なんかボタンのところが普通のカーディと違うので、おしゃれな感じで着られるかもって今思いました。メリノブレンドボリュームスリーブセーター長袖、カラーバリエーションが同じで01オフホワイト09ブラック68ブルーですね。お値段が3,990円。ハイネックというかミドル丈のモックネックのニットになりますね。ゆったりしたシルエットでね、すごく可愛いですね。ハイネックこうガチガチでこう首の上まで来ちゃうと結構苦しいんだけど、これぐらいのモックネックだったらあったかいし、ハイネック感はあるけど首元はねきつくないので結構いいかもしれないですよね。なんか袖の部分のタユンとした感じ、このねシルエットも結構おしゃれな感じで、普通のセーターなんだけど一癖あるみたいなね感じで、これは可愛いかもしれないですね。うん、まあ色で言うとブラックなのか、いやでもちょっと普通すぎるかな。ここはまあオフホワイトとか言ってもいいかもしれないですね。冬の白すごく可愛いんですけど、白いものをね、あの高いの着ちゃうとすぐ汚してしまうので、まあ、ユニクロだったり GU だったりその辺でね、あの可愛いもの見つけられるといいなと毎年思っているので、これは白をちょっと見てみたいなっていう感じですね。プレミアムラムボリュームスリーブセーター長袖、カラー4色展開、オフホワイト04グレー、33のカーキ、38ダークブラウンですね。あ、形可愛い。お値段が4,990円です。はい。ウール 100% のざっくり編みセーターということで、もうこれはですね、私がもう求めるというか、懸念点はただ一つ、チクチクしないか、それだけです。はい。もうチクチクしたら買いません。だけどチクチクしなかったら、このボリュームスリーブはすごく可愛いなって思って、ちょっとこうアクセントになりますよね。この中だったらカーキが可愛いかも。うん、なんかこういうの持ってないから。グレーとか割とね、ありがちっちゃありがちじゃないですか。なのでここは私はこの注目カラーとしてはカーキ、ただしチクチクしない場合っていう感じですかね。はい、シャツ見てみましょう。まずはこちらですね、ドレープシャツ長袖、カラーバリエーションが02ライトグレーと09ブラック、お値段が3,990円です。これ可愛いかも、ライトグレー。すごい色がいいですね。
うん、ドレープシャツっていうことで本当に素材が多分ね、あのしなやかな素材って書いてあるので、私のイメージしている素材であればなんか結構こう柔らかくて肌触りが良くて女性らしい、まあ、とろみというか、あのこうなんかたゆんとした感じのシャツであればすごく可愛いのではないかと思っています。ちょっとこの写真からだけだと想像ができないんですけど、おそらくこれは可愛いでしょう。ライトグレーで、ちょっと大きめサイズにしたいかな。これオーバーサイズって書いてますけど、まあ、L または XL でちょっとこう後ろにね襟を抜いてあげてゆったりした感じで着たらこれは可愛いんじゃないかなと思いますね。ブラックもいいかもしれないですね。ちょっとこのドレープシャツは私あの要チェックしたいと思います。ドレープストライプシャツ長袖、カラーバリエーションが30ナチュラルと56オリーブの2色展開で、お値段が3990円ですね。はい、これは同じシャツの柄違いっていうことですかね。うん、ちょっとストライプの薄い模様が入ってますね。こんな感じ。こっちの方が模様が分かりやすいですかね。なるほど。さっきのシャツと比較したら私は無地の方が圧倒的に好みなので、はい、これはちょっと見送りたいと思います。フランネルシャツ長袖をチェックですね。サンニーベージュと38ダークブラウン。お値段3990円。おお、結構激しめのチェックですね。はっきりとしたチェックです。これはね、難しいのかな。チェック可愛いですけどね。いや、意外といけるのかな。中にタートルとか入れたりとか、このね、モデルさんの写真全部ボタンを閉めてインしてるので、ちょっと私にはこういう着こなしは難しいかなって感じなんですけど、自分らしい感じでね着こなせば結構チェックのシャツ可愛いのかな。でもちょっとチェックのコントラストが強すぎるような気がするので、こっちの方がまだあの色味が落ち着いてて全体的に着やすいかな。チェックって感じじゃなくて着やすいのかなっていう感じはしますが、ちょっとこれはね、あの店頭でどんなものなのか、まあ素材感とか含めてよく見てみたいと思います。 T シャツカットソー、ブラッシュドジャージータートルネックティー長袖、カラーバリエーションが4色、01オフホワイト、08ダークグレー、09ブラック、38ダークブラウンの4色展開で2990円です。ブラッシュドジャージータートルネックってことで、これ素材が絶対いいはずなんですよ。あの私の大好きな柔らかい感じのジャージー素材なはずなんです、これ。なので、これはちょっと見たいですね。ただまあ、タートルネックがあんまり得意じゃないのでね、そこまでして買うかどうかっていうところなんですけども、多分これ着心地はいいはずなので実際ちょっと見てみたいところですね。色味で言うとそうだな、やっぱり重くなりすぎるからこの辺は、着るとしたらオフホワイトですかね。オフホワイト着て、まあ、上からなんかニットとかね合わせられそうな感じですし、重ね着にもね使えそうなので、そう考えるとやっぱりちょっとここから見えた時に明るい色がね見えると可愛いので、オフホワイトを見てみたいと思います。ボトムスです。もうこれは U の大定番、私も大好きなカーブジーンズですね。はい、こちらカラーバリエーション今回5色ですね。01オフホワイト、09ブラック、35ブラウン、56オリーブ、67ブルーってことで、値段が4990円ですね。はい、これはですね、前回かな、前々回かな、私もカーブジーンズ U の購入してすごく可愛かったので、これはね買います。あの違う色を買います。で、多分オフホワイトがいいかな。オフホワイト持ってないし、ホワイトのデニム持ってないので、今オフホワイトがいいかなって思っています。あと今回のキーカラーが小豆色、この3号ブラウンなのかな、こういう小豆系の色がね結構いろいろあのいろんなアイテムで見られるので、これもちょっと実際見てみたいですね。持ってない色なので可愛いかなと思います。まあオリーブ、そうだな、オリーブはまあちょっとベイカーパンツとかも持ってるので被るのでパスで、ブラックも持ってるのでパスで、ブルーが普通のデニムっていう感じですね、これはね。なのでカーブジーンズ持ってなくて欲しいなっていう方は、この定番のね67ブルーのブルーのデニムがすごくいいんじゃないかなと思います。やっぱり今デニムっていうとぴったりしたシルエットよりもこういうカーブのついたシルエットがね断然今っぽいので、
これはねすごくトレンド感があっておすすめですね。こんな感じ。あ、これがね小豆色ですかね。可愛いですね。でもちょっとコーデ難しいかなっていう気もするので、やっぱり私の中ではオフホワイトが一押しって感じですかね。デニムストレートパンツセットアップかの、カラーが3色展開で06グレー、08ダークグレー、30ナチュラル。お値段が4990円ですね。なるほど、このジャケットと同素材でセットアップできるっていうことですね。はい、このセットアップはちょっと難易度が高いので、まあ、さておき、ボトムスだけ単品で見ていきましょうか。デニムストレートパンツ、どういうシルエットなんだ。こんな感じですね。縦長シルエットに見せるハイライズ、ハイライズいいですね。ストレートシルエットということで、こんな感じ。可愛いですね。グレーデニムって感じで可愛いかもしれない。グレーデニム持ってない方いいかも。これはねいいですね。あとは気になるのは、これでもストレッチ入ってないのかな。あ、なんかウエスト周りとかもねちょっとすっきりしたデザインで可愛いかもしれないですね。ナチュラル、白っぽい着なりとかも可愛いですし、まあでもグレーが可愛いかなっていう感じが個人的にはしますね。グレーデニムね今結構流行ってますから、ユニクロでね1本ゲットするといいかな。こんな感じですね。あ、結構ストレートなんだ。で、下にちょっとステッチが入ってて、センタープレスが入ってるのかな。うん、可愛いですね。とても綺麗めでいいと思います。グレー、ダークグレー、私はやっぱりグレーが好きなのでこれもグレーかなっていう感じですね。これはちょっとチェックしたいと思います。チノパンツ、カラーバリエーション3色、07グレーと09ブラックと32ベージュ。お値段が4990円ですね。はい、チノパンですね。こんな感じ、かなりワイドですね。もうメンズっぽい感じのベイカーパンツみたいなシルエットですね。可愛いかも。まあ、なんかそういうベーカーっぽい感じで履くんだったらやっぱりベージュでしょうね。断然これはベージュが一番可愛いと思います。結構パリッとした感じの素材なのかな。だとするととても可愛い。これは気になりますね。まあ、ちょっとこういうパンツ持ってるのであれなんですけど、一応これはチェックします。形がすごく可愛いし、なんかこう足が長く見えそうなシルエットでもありますよね。まあ、ブラックとかだとちょっとつまんないかなっていう感じするので、私的にはやっぱ買うならこの3人のベージュが可愛いんじゃないかな。秋らしいしね、いいと思います。ブラッシュドジャージーパンツセットアップ可能。あ、これもさっきのジャージージャケットとセットアップできるパンツっていうことですね。カラーが08のダークグレーと38のダークブラウン。お値段が3990円です。こんな感じで、セットアップして着られるそうですが、まあこれまたねセットアップできるのはちょっと難易度高いので、まあ置いといてですね、はい、パンツ単品で見ていきたいと思いますが、ジャージーのパンツなんだよね。すごい楽そうですね。これはいいね。履き心地が良さそうだな。こんな感じストレートですね、かなりね、シルエットとしては。でウエストがゴムになっていて、ちょっとパジャマっぽくなるんじゃないかなっていうのは懸念されますよね。うまく着ないと難しいんですよね、こういうパンツ。結構おしゃれに着るのが楽ちんなんですけどね。ほらちょっとパジャマっぽい。なのでちょっと実際の質感を見てみて、楽ちんでおしゃれになんかこうリラックスした感じで着られそうだったら、買うかもしれないけど、ちょっと見送るかもしれないですね。デニムイージースカート、カラーバリエーション3色で06グレーと08ダークグレーと30ナチュラル。お値段が3990円ですね。お、これはいいんじゃないですか。膝丈のフレアシルエットのデニムスカートでウエストがゴム、はい、いいですね。あ、フレアなんですね、結構ね。でちょっと短め、丈はすごく長いフレアとかだったら持ってるけど、まあ、膝丈ぐらいなので、このモデルさんみたいにブーツと合わせて履いたら可愛いかもですね。ロングブーツとね合わせたら良さそうですよね。おー、可愛いかも。カラーとしてはどうでしょう。これがおそらくダークグレーなんですよね、モデルさんが履いてるの。これが30ナチュラルのカラーですね。ダークグレーも可愛いけど、やっぱりこのブーツと合わせた足元可愛いね、結構ね。素敵ですね。いやでも色味としてやっぱこのグレーが可愛いかな。
全部グレーにまみれてしまうんですけど、このグレーが一番可愛いような気がします。これにブラックのロングブーツとか合わせたりとか、私今ねちょっと狙ってるシルバーのブーツがあるんですよ、家なんかどっかの。でもそのシルバーのミドル丈のブーツを合わせたらめちゃくちゃ可愛いのではないかと、はい、今イメージをしました。ちょっとブーツと合わせたいのでこれもチェックしたいと思います。次ワンピースカテゴリー、ブラッシュドジャージータートルネックワンピース出ました。この素材いいですね。カラーバリエーションが2色で08のダークグレーと35ブラウン、お値段が3990円ですということで、はい、こんな感じのシルエットのタートルネックのワンピースですね。で、丈は膝下ぐらいかなっていう感じの丈感ですね。お付属のベルトがついていると。なるほど、これストーンとした感じのシルエットで、そうね、丈が短いな私としてはもうちょっと丈が欲しいです。あんまりそんなにあの足を見せたくはないのでっていうところで、そういうまあ40代50代の方は多いのではないでしょうか。まあこれちょっとロングブーツっていうのもなんか重すぎるしな。ブーツ合わせるとしたらまあタイツとか履いてショートブーツみたいな感じですかね、ミドル丈とかね。なるほど、丈が難しいかもな。素材的にはこういうジャージ素材ですごくあの柔らかくて着やすそうだし、ウエストもね、ウエストも楽ちんそうなのですごく着やすそうではありますね。だけどちょっと丈が物足りないかなっていう感じが個人的にはいたします。はい、首はタートルネックだけど柔らかそうですね。それはいいと思いますが、ちょっとねどれぐらいの丈なのかと、あと例えば L サイズ、XL サイズで大きめだったら割と丈感が長くなるので、それだったらいいのかもっていう気もするので、ちょっとね考えたいと思います。ドレープワンピース半袖、お、半袖なんですねこの時期に。はい、カラーバリエーションが09ブラックと56オリーブ、お値段3990円ということで、これね可愛いですね。シルエットとても可愛い、おしゃれ、ユーって感じですね。すごいおしゃれ感あります。で、色は黒もいいんだけど56オリーブの方がちょっと面白いというか、あのおしゃれ感がよりあるかなっていう感じですね。ちょっとコクーンシルエットみたいな感じなのかな、可愛いですね。あと生地感がどんな感じか、ペラペラじゃないのかっていうところは実際触ってみないと分かんないので気になりますが、まあちょっと半袖この季節にって思いましたけど、まあね暖房とか結構暑いので中は半袖とかよりも全然ありかもしれないですね。で、上からねカーディガンとか長袖のものを羽織ればインナーは長袖でもいい気はしますね。これは可愛いかも。デザインがすごいシンプルなので、こういうものはアクセサリーを合わせやすいというか、すごくコーディネートしやすいんですよね。なので使いやすそうなので、ちょっとこれはオリーブの方をチェックしたいと思います。ユーモックネックニットワンピース長袖、カラーバリエーションが3色で09ブラック、34ブラウン、56オリーブの3色で4990円です。膝丈、そうか、でもこれニットワンピースって書いてますけど、ワンピースと思わなければありですね。長いニットって思えば可愛いのかもしれない、逆にむしろ。で、ちょっと大きめにして、できれば XL サイズぐらいにして、ちょっと萌え袖になっちゃうぐらいのサイズ感にしてあげて、大きめに着たら可愛いんじゃないかな。下にちょっとバギーデニムとかブルーのものとか合わせてあげたら可愛いと思います。これ欲しいですね、ニットとして着たいですね。色味としてはまあブラックよりもそうだな、ブラウン、私はこの56オリーブが欲しいかも。これにあのデニムを合わせるっていうコーディネートが今ちょっと頭にパッと浮かんだので、これはね大きめサイズで買ってみたいなと思います。次グッズですね、ユニクロ U といえばこのバッグたちということで、結構今回もねグッズいっぱい出てますね。一個ずつ見ていきたいと思います。まずニットビーニー、ニット帽ですね。はい、カラーバリエーション4色09ブラック、30ナチュラル、34ブラウン、56オリーブの4色で1990円。どうでしょう、こんな感じです。どうなんだろうちょっと私似合わないかな、見たところ。結構浅そうなので、
頭にちょこんって乗ってる感じになっちゃいそうですね。そうね、この形はちょっと私にとっては似合わない、丸っこすぎる形なので、これはちょっと見送るかもしれないですね。バックパック、リュックが出てきましたね。カラーバリエーションが09ブラックと38ダークブラウン。おー、お値段が4,990円。はい、なんか使いやすそうなリュックが出てきましたね。こんな感じ、どうなんだろう、ちょっとメンズっぽすぎるのかな。こんな感じ、シンプルだからこそちょっとメンズっぽすぎるような、こんな感じね、気はしますね。もうちょっと私は金具とかに女性らしさが欲しいかな。大きめのバックパックを背負うんだったら、自分が例えば金具がね、ゴールドだったりシルバーだったり、ちょっとメタル感が欲しいところですが、これ黒一色なの でこれブラウンか、ちょっと重いかなあと。まあブラウン一色であっても、なんかまあこの値段だとねあれなんですけど、ちょっとした一工夫がやっぱり欲しいかな。そのパーツだったりとか、ちょっと違う色味が入ってるとか、そういった部分のおしゃれ感がちょっと欲しいかなっていう感じはしますね。ちょっとシンプルすぎるかな、これは。はい、見送りたいと思います。トローストリングショルダーパック、カラーバリエーションが09ブラック、18ワイン、30ナチュラル、54グリーンの4色展開ですね。お値段が2,990円。これはですね、私持ってるんですよね。前の U の時に、買ったんです。ですごく使いやすいです、使いやすいですが、正直なところこのね、紐がねおしゃれなの、おしゃれなんだけどちょっと邪魔になる時があるごめんなさい、正直な感想です。でもこれ紐を垂らしてた方がおしゃれなんですよ。だけど私おっちょこちょいなんで、どっかに挟まりそうになったりとか、なんか子供に持たせるのもこの紐ブランブランが微妙だなみたいな感じは正直あるんですよ。で結んじゃうと開閉がしづらいので、そういう意味だとちょっと生意気を言わせていただくと、まあとても売れ筋だとは思うんですけど、私は今回はこれは買わないかなっていう感じです。ドローストリングバッグスモール、同じデザインのスモールサイズですね。これカラーバリエーション同じで、ブラックと19ワインと30ナチュラル、54グリーンで1990円ですね。こちらもですね、同じ理由でちょっとこの紐がおしゃれだけど私にとっては使いにくいという理由で、パスするとは思いますが、まあかっこいいよね、すごいね。ちょっとこうちょっとした小袋っていうか、ウエストポーチ的な感じで、ボディバッグ的な感じで持つにはすごくいいし、この54グリーンって可愛いですよね。ちょっとカーキ色っぽい感じの色味でね、はい、可愛いとは思いますが私は見送ります。ミニメッセンジャーバッグ、カラーが09ブラック、36ブラウンと56オリーブ、これ初めてですね。1,990円、お安い。こんな感じのちっちゃいバッグ、お可愛いんじゃないですかこれ。斜め掛けができてね、こうやって後ろにも持てたりとか、長さもね調節できそうな感じですよね。まあ、ちょっとしたものを入れるのにこういう小さいサイズが非常に便利ですよね、やっぱりね。でベルトの部分もショルダーの部分も結構太くて安定感あって、食い込まなそうなので良さそうな感じはしますね。まあ色味で言うと、そうだな、この36ブラウンは結構可愛いかもしれない。ただユニクロ感を出さないっていうんであれば、まあ、09ブラックでしょうね。はい、そんなところですかね。まあちょっとこれ小さいバッグいっぱい持ってるからなっていうところもあるんですけど、これはチェックしてみたいと思います。チャンキーストール、カラーバリエーションが09ブラック、30ナチュラル、34ブラウンと56オリーブの4色展開で2,990円。はい、リブ編みのウールブレンドのストールですね。お、シンプルでボリュームが程よくて可愛いですね。ミラノ巻きはできる長さかな、それぐらいはあるかなっていう感じなので、まあ、巻いてあげたら可愛いですよね。首元にボリュームを出してあげてってすごく良さそうです。まあ、ウールブレンドということで、まあ、あとはどれぐらいチクチクしないかっていうところですね。ほんとそれだけです。もうデザインとカラーはすごくシンプルなので、もうあとはいかにチクチクしないかっていうところで、その後の出場回数が決まってくると思うので、まあ買う時にね、それはしっかりと肌で感じた上で見定めていきたいなっていうふうに思ってるので、まあ素材感を店頭で実際チェックしてみたいと思います。
あとですね、メンズのカテゴリーで気になったものもちょっとご紹介しておきたいと思います。パデットボリュームジャケット、こちらカラーバリエーション4色展開なんですが、私はねこの37ブラウンが可愛いんじゃないかなと思いました。でサイズも XS がね、おそらくこれは店舗にはなくてネット限定にはなるんですけど XS サイズがあるので、まあ、レディースだったら XS でいいんじゃないかなっていうイメージですが、 12,900円ですね。この今回のねキーカラーである小豆色っぽい色がすごく可愛いなって思ったのと、ね、こうやって女子が着ても結構こうボリューム感がありつつもそんなにめちゃめちゃこう広がるようなシルエットじゃないので可愛く着られるんじゃないかなって思います。なんか前々回ぐらいの U のダウンがすっごいボリュームがあってめちゃくちゃあったかくてもう北極でもいけそうなぐらいにあったかかったんだけど、ちょっとモコモコすぎて本当にシルエットが太って見えちゃったので、まあ、これぐらいの感じだといいのかな、ね、なんかすっきりとしてこの小豆色が非常に可愛いんじゃないかなということで、これはねちょっとチェックしてみたいなと思います。あともう一つですね、メンズの方でプレミアムラムローゲージセッター長袖、これ可愛いと思います。お値段が4,990円、カラーバリエーション4色で09ブラックと31ベージュ、37ブラウンと38ダークブラウンということで、はい、これ XS サイズから XXL サイズまでありますね。スウェットシャツ風のスポーティーなセーターっていうことで、なんかこうカジュアルな感じにセーターだけど着られるのかなと思ってちょっと気になりました。で、まあウール 100% ということで、これもねちょっとチクチク感とご相談っていう感じではあるんですけれども、デザインとしてはすごくスッキリとしておしゃれで使いやすそうだなってこんな感じですね思って、ちょっとこう大きめで、まあ、メンズの S ぐらいでもいいのかな、割とねゆったりめで着ようと思ったら S ぐらいでちょっとざっくり着たら可愛いんじゃないかなと思って、これもねチェックしたいですね。はい、ザザッと全部見てきました、まあ、レディースの方はね全部チェックしたわけですが、皆さんいかがでしょうか、欲しいものありましたか。やっぱりねこうユニクロのコラボって事前チェックがかなり肝だと思うんですよね。で人気のものはもう即日売り切れてしまったりとかするので、もうまあ始まる前に欲しいものをだいたいこう決めておいてスタートした日に店舗に駆け込むみたいなね方が安心してね自分の欲しいものをゲットできるのではないかと思います。まあ、私も今ね初見でいろいろ見ていきましたけれども、これからいろんな方のレビューとかを見つつ自分の手持ちのワードローブとも考えつつ、まあ、着物もね結構買ってますので、そこら辺とのバランスも見つつね何を買うか10月6日までに決めていきたいと思います。10月6日発売当日はですね、またお昼の12時ぐらいから購入品紹介ライブをやろうと思っているので、ぜひ遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。